市原英二の花万歳、本年もよろしくお願いいたします。今日はたくさんの成人式の花束、皆さん本当にありがとうございました。それではダイジェストでどうぞ。こんな感じ、いい感じですね。よかった、おめでとうございます。そしてね、ピンクのね、染めの霞草にはピンクのガーベラ、そして鬼滅柄ですね。面白いでしょ。そして、水色のね、ラッピング用紙に1233のレインボーバラやね、ブルーや青いね、カーネーション。まあ、いろいろ今日はね、たくさん作らせてもらいました。そしてね、最後はね、やっぱり東さんのね、アマダですね。20本のバラを用意させていただきました。一番ね、でかいから真ん中にもできます。綺麗でしょ、このアマダって言って、あの、京都のこだわりのね、バラ屋さんなんですよ。で、このブルーは港園芸さんよって和歌山の日本一の霞草の生産者でね、もうこのためだけに1ヶ月前から頑張って染めてくれはったんです。綺麗でしょ。これにこだわってはるんですよね。あれ、はい、それではですね、今日一日ね、たくさんのね、花束をね、注文していただいた皆さんに感謝を申し上げて、今日は終わりたいと思います。皆さん、成人おめでとうございます。本日のご視聴ありがとうございました。